今回は知っとかないとやばいぞっていうシリーズですね。おお、なんだ。知っておかないとちょっと無礼に当たるっていう、題してこの人何歳。うわ、この人何歳ですね。いや、年齢知らなくても失礼じゃないっすよ。失礼なんだよ。失礼なの？失礼なんだよ。誕生日祝えないだろ。次何歳だろうと。次何歳だろうとかね。何歳だろうって。そう。いや、無理でしょ。知っといて損はないから。じゃあもうベタなとこから言いましょうか。はい。北野武史。いやー、ベタとかあるんですかこれ。いや、もうベタでしょ。大体推測できるでしょ。72ぐらいだろう。大体推測できるでしょ。大体いくつ分かります。これ一人ずつじゃあ行きましょうか。じゃあ3択から。はい、3択から北野。はい、3択じゃねえよ、3択だよ。はい、3択かよ。3択にするのかと思った。3択にするわけないだろ。数字で3択はなかなか。3択だよ。3択で、私ですよ。そうだ。じゃあ、北野武さん何歳だと思いますか。76。76。はい、積んだ。73。73、うん、78。あれ78。憑依してる。大阪も78。おいら78。おいら正解は73。北野武さんは、うん、75だよ、バカ野郎。バカ野郎、違う。全員外れてんじゃねえかよ。全然違うじゃん。75ですね。75歳はやだっつって。こんな75歳はやだじゃねえよ。まだまだ 100m を走る。走れ。その75いい。走れるよ。毎日はね、6月現在ね、2022年のね。75歳です、現在。近かったな、俺。じゃあ次行きましょう。はい、次はじゃあね、タモさん。うわー、タモさん。タモさん行きましょう、森田和義さん。はい、サンタカ。69。69、はい、そんな下か。ああ、積んだ。70、71だよ。71。70超えてたっけ。はい、ささかま。76で。誰ですか今。一旦コマーシャルですみたいな感じで言いましたけど。76です。正解は76だよ。すごいね。タモリ賞差し上げます。タモリ賞差し上げます。てか、たけしさんより上なんだよ。え、何歳って言った。69。69のわけないんだよ。上はないだろ。若い。何歳だって。71だよ。71じゃねえよ、もう5歳若返ってるよ。まあ若い方だからいいけど。だから結局タモリさんの年上なんですよ。遅いからね。はい、タモリさんは1945年の8月22。はい、たけしさんは1947年の1月18と、うん、いうことで。じゃあもうこれボーナス問題も。さんまさんだよ、もう。フォーマー来たらやっぱもう。さんまさん。さんまさんね。さんまさんがわかるでしょ。はい、サンタカ行こう。さんまさんが、ああ、ちょっとわかるんだよ、これ。68。68。おう。はい、ずんだ。うん、60代なんだよ。60。69! 69。はい、笹川。67やで。67やで。67やで。そこまでグスグスじゃねえか。そこまでグスグスになる声に。正解は、うん、明石家さんまさんは66や。66ゾロ目やで。お疲れさん。お疲れさんじゃねえんだよ。明石家さんま、古畑任三郎の回じゃねえんだよ。まあ、ちなみに7月1日になると67になります。ということで、じゃあもうね、最後は大先輩行きましょうか。うん、エディーマーフィー行きましょうか。ちょっと急にむずいな。エディーマーフィーね、我々コメディアンのもう大先輩ですから。まあ、まあ確かに。じゃあ行きましょう。エディーマーフィー。はい。ちょっと待ってよ。エディーマーフィーね。星の王子ニューヨークへ行くとかね。いろんな。外国人わかんないですよ。ビバリーヒルズコップとか名作。から。もともとエンターテイナーですから。ラッシュアワーとか？ラッシュアワー違う、あれクリスタッカーだ。クリスタッカー。64。64。ってんだ。俺が子供の頃からテレビに出てたんだ。うわ、そういう声優だったよね、なんかね。だから、山ちゃんもやってたかな。うん。だから多分な。うん。66だよ。66。さすがま。84。84。84。84。そんな行く？え？武さんより年上だよ。いや、全然多分年上だと思ってる。いや、大丈夫？え、星の王子様ニューヨーク行くでしょ。星の王子、王子様じゃない。カレーになっちゃうから。サマーからカレーの王子様だよ。さあ、エディーマーフィーそんな上だったかな。エディーマーフィー
現在の年齢。俺の年齢は61歳だよ。あー、若っ。若っ。61。エディ・マーフィーは61歳。さんまさんの年下です。若っ。すごいな。だって俺もう記憶ない頃から、うん、そうだよ、子供の頃からいるよ、ね、え、この子役からやってたんですか、エディ・マーフィーって。子役からやってないだろう。でも王子っていうぐらいだから若かったのか。あー、多分20代ぐらいからもしかしたら出てたのかもしれないね。じゃあ本当の最後の問題いきますよ。まだあった大先輩、ジム・キャリーいきましょうか。ジム・キャリーね。ジム・キャリー、はい、サンタカ。マスクね、はい、マスクのジム・キャリーでしょ。マスクな、はい、71、はい、うーんとね、そんな言ってるか。マスク色だな。マスク色だ、ほんとだ。いいえ、弾丸避けるとかいいんだよ。マスクね、みにょー。58。58、うん、そうかも。10代これ、トゥルーマンション。あ、トゥルーマンション。トゥルーマンションも出てたからね。56。56。こんな若いっすかね。うん、おいら60歳だよ。惜しい。何なんで今のマスクの時。山ちゃんだ、山ちゃん。60歳でございます、ジムキャリー。50代じゃなかったか、ということで、若いと思った、ね、そうだね。タモリ賞以外、タモリ賞、あの全外れということで、失礼、はい、みんな失礼でした、覚えてください。